阪城の戦が終わり、日本は新しい将軍のもとに統治された。翌年、将軍の新しい法が制定され、国家は安定した。何年にも及ぶ争いの傷も癒え、文化や経済は栄えることとなった。しかし、束の間の平和もそう長くは続かず、将軍を倒すという陰謀の噂が広がった。この首謀者を特定できる者はいない。しかし、名前のみが一人歩きしていた。その名も影様。うん、最後の一撃には魂を感じましたが、お二方とも守りがおろそかですぞ。侍には忍耐が必要です。さもなければ命を落とします。わかりました、無限先生。一緒に戦っても全くかなわぬ。先生は我らを倒すのを楽しんでいる。お二方の成長を楽しんでいるのです、マサル様。あなたと龍之介様は上様たちの息子ですから、その才覚はうちに眠っています。しかし、先生は一刀で私たちを倒しました。忍耐です。いつかお二方とも拙者に人たち浴びせられる日が来ます。楽しみにしております。失礼します、無限様。将軍様が無限様をお呼びです。すぐに参る。失礼いたします。はい、父上よろしく頼みます。兄上、私に幕府軍の指揮を取らせてください。影様であろうが、その名を語る者であろうが、捕らえましょう。ああ、その必要性が現れればな。今は己の将軍の知恵の前に頭を下げておれ。また明日にでも話そう。もちろんです、兄上。使いからの連絡をお待ちいたします。無限さん。昇様、お呼びでございますか、上様。無限よ、密偵が手紙をよこした。不穏な武器輸送があるとな。京都へ向かう馬車に鉄砲が乗せられている。影様でしょうか、姿を晒したのですか。そのようだ。輸送車を捕らえたい。どこから来たのか突き止めれば敵の正体がわかるはずだ。はは、仰せのままに。今回の問題は厄介だ。お前に全権限を預けよう。助けが必要なら注意して選ぶがよい。すでに心に思う者一人おります。よかろう、行け無限。影様を連れてくるのだ。はは、必ずや。お主を見つけるのは簡単ではなかったぞ、隼人殿。それも仕事のうちだ。だが、あんたからの手紙を受け取った。また助けが必要か？難しい任務がある。信頼のできる者にしか話せない任務だ。手紙。影様とあったな。ただの噂だと思っていたが。奴は実在する。平和を脅かす脅威だと上様も認識している。そいつが捕獲対象だ。うん、金が入るならその幻影を追ってもいいぜ。任務内容は？明日の夜明け、違法な武器が中山道で輸送される。
手紙に書いた場所を通過するだろう。お主にはその馬車を止めて見張りの士官を倒してほしい。知らせを受け次第幕府の者とそこへ向かう。お安い御用だ。よし、道中で会おう。隼人殿、それから、ん？また会えて嬉しい。俺もだ。よし、あれ奏者か。なぜ止まっているんだ。どうやら橋が壊れてしまったようだ。ちょうどいい。旗付きのが士官か。念のため4人は仕留めておくか。終わったら無限に合図を送るとしよう。あの像のあたりがちょうどいい。奴らは何かを探しているようだ。誰かを、かもしれないな。目立たぬように行動せねば。音を立てるな。突入する。この辺りに隠れたはずだ。用事隠れの術。ここにいるのは分かっている。何か聞こえたぞ。剣術手に入れた。誰だ。罠か。面白い。動かないで。あんた何者。一匹狼か。ガキか。奴らが探していたのはお前か。いや、私じゃない。私は猫みたいに静かなんだ。こんなところで何をしているんだ。この荷馬車の積み荷を見かけて、こんなところじゃかわいそうだから、私が持って帰ってあげようと思ったんだ。そろそろ逃げた方がいい。ここはお子様のいる場所じゃない。他で遊びな。ねえ、私の罠を見たでしょ。連れてったら役に立つよ。追っ払ったってついていくけどね。お前の相手をしている暇はないんだが。まあいいだろう。ついてこい。ただし言うことを聞くんだぞ。はい、先生。先生はやめろ。こそこそ。猫刀さん、起きてよ。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。待って、私が鳥の声真似をするよ。うまくいくよ。うん、すごく鋭い。さっと目を貸そうか。大丈夫だよ。ありがとう。我ながら鳥の声。キツネが狩り中よ。簡単ね。ネズミを。いるのは分かってるんだ。今行くわ。進捗は？さあ、し小刀さん、起きて。静かにね。崖を見張れ。小刀は何よ。君主様は俺を許さないぞ。静かに。怠けた荷馬車だね。上には誰
誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。よっきた。筋がいい。誰に教わった？野良猫さ。野良猫か。今ならどうだ？ついてないぜ。ふっ。ひと温め完了。ないぞ。ふっ。改め完了。できるわよ。キツネが狩り中よ。今行くわ。そこまで行けない。すごく鋭いわ。ゆっ。楽しいわね。道があったと思うけど、どこだっけ。我ながら上出来。美しい石だね。直は崖から身を乗り出すのが好きな石。面倒だな。誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね。なあ、俺が使うような言葉ではないが、まあ原理は同じだ。メロディー、行くわよ。なんだ？し、静かにね。三人目完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だい。なんでもない。あと一人。素敵なメロディー。いるのか。静かにして。もらうわね。か、うん、近道があるよ。はっ。抜き足。はっ。どうだ。こうじゃなくてジャンプして登るの。こそばなさん、鳥の声。できるわよ。はっ。誰もいらないんでしょ。楽しいわね。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってるよ。ならば止め具を破壊するべきだ。我ながら上出来。無限に合図を送らねばならん。無限って誰？すぐにわかる。そう、静かにね。さしあし、素敵なメロディー。嫌なサプライズでしょ。こそこそと、ゆっくりと、できるわよ。
です。私にもらってほしいって。静かにして。蛇みたいに巻いてるわ。鳥の声、キツネが狩り中よ。俺の仕事だ。もらうわね。我ながら超出来。ちゃんと動くわね。いっぽーメロディー、行くわよ。静かにして。超えたぞ。できるわよ。誰もいら、キツネが狩り中よ。アナさん、素敵なメロディー。なんだ？バッチリ私にもらって。楽しいわね。ゆっくりと。簡単ね。しー、静かにね。静かにして。鳥の声、抜き足。隠れているのは分かって。簡単ね。我ながら超出来。メロディー、憎いやつだ。行くわよ。分かってるんだ。俺の仕事。静かに、ね。逃げ身なんかカモフラージュにならないぞ。すごくすげえ。さっと。ヘブ。できるわよ。蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。こそこそと、ゆっくりと。キツネが狩り中よ。何をしてるんだ。誰もいらないんでしょ。何を見ている。あとどのくらいかかる。静かにね。この場所はおっかねえよ。楽しいわね。我が刃は鋭い。水のように動け。だからもうそっちは来ないさ。待っているぞ。突入する。静かに。
水のように動け。突入する。音を立てるな。頭を下げていろ。はい、先生。全体進め。上様のために。抵抗もほとんどなく二馬車を抑えた。相変わらず切れる腕前だな。正直に申すと、ちょいと手助けがあったのでな。ああ、連れを見た。彼女はどうだ。ちょいと手荒だが、才能は確かだ。それか、俺が不注意になったのか。どうやって俺に忍び寄ったのか。なんだって、ハヤト殿。なんでもない。隠れ家で落ち合うんだったな。名は何と申す、少女よ。ユキです、お侍様。いい名だ。私は大城無限。恐れることはない。ハヤト先生のお友達ですか。そうだと思いたい。奴はそうは思っておらんかもしれんがな。お侍様、お二人と一緒にいてもいいですか。ちょっとだけ。どうするか考えておったところだ。ハヤト殿は実に感心しておるようだが、しかし幼子をこんな危険な目に。お願いです。私はあの方の弟子になりたい。あの方の技を覚えたいんです。考えておこう。